はい、どうも。ギルバトの方をやっていきたいと思います。相手はニコサマーですね。結構ニコサマーは、まあ、ちょろっと絡みある人が割といるところなんで、その人をやってこうと思います。どうしようかな。カイゼルさんはなんかギルド探してた時に、うちどうですかってちょっと絡んで、まあ結局ニコサマーに行ったみたいですね。まああれですね、自分が同じ立場でも多分ニコサマー行くと思います。あとは多分このキリさんも、うちのギルマスのニコ生に時々来てると思うんで、この人も行こうかな。ムネさんは、生主で、一応フレンドです、まあ、特に基本ニコ生ロム勢だったんで、そんなにコメントはしたことないですけど、あとはあとジセイさん、これも、僕が放送し生放送した時に来てくれた方ですね。で、まあ、ツイッターでも時々絡みってほどでもないですけど、まあちょっと絡みがある方ですね。どっから行こうかな。手持ち減った状態で行きたくないですよね。これパッと見はなんかそこまで怖くなさそうだけど、意外と成功してるから実はみたいなことありそうですね。どうしようかな。まあ、剣割と残ってるようには見えるんですけど、結構消化しないこともあるんで、結構厳しいんですよね、実は戦況的には。まあね、でも、まあ、週末ギリギリってわけでもないし、まあ、ここで負けても、負けたら、負けたで、なんだろう、防衛が成功しやすくなって、またどうせ上がってくるとは思うんで、まあ、そこまで勝ちにこだわらなくても大丈夫かな。じゃあ、ここからいきますか。風の強い単体アタッカーが欲しいんですよね。このシラで、水イフに、強化負荷と回復阻害入れて、その後そのままバフなしでワンパンで落としたいですよね。ちょうどね、なんだろうな、バフなしでワンパンで落とすって結構地味にきついラインなんですよね。相手の体力次第ですけど、
白が、星6だったらまだもうちょっと攻撃力あるから緩くはなると思うんですけど、ちょうどワンパンで2万前後出すやつっていうのがなかなか地味にいないんですよね。水イフもない。意外と水イフってやっぱり力い、ルーンとかすごい力入れて作ることが多いキャラだと思うんですよね。やっぱ強いんで、そうなると平均的にステータスが高い時があって、防御とかも、防御とか体力とか結構高い可能性もあるんですよね。まあリーダースキルはないけど、ごくごく平均的な水イフだったら、まあ多分コッパーでいけるかなって感じですね。上はどうしようかな。本当はクロエとか使いたいんですけどね。免疫が欲しい。水オカルトはやっぱいいですよね。組むなら風アタッカーが欲しいところ、体力1上がってるんですよね。まあ上は適当でいきます。まあ勝算が全くないわけではないですけど、多分コッパーの方が上は勝ちやすいのかな。まあでもブリアンがいるんでね。保護だと水岡が落とすのきついかもしれない。お、落ちた。まあ、問題は2戦目ですね。ここも保護か。まあ、これまだスキル間じゃないんで発動率が 100% じゃないんですよね。さてどうなるか。まあ抵抗ですね。一応6番的中にして、ちょっといろいろ犠牲にしてるんですけど、それでも抵抗が放棄かな。まあとりあえず水イフにバフも何もないコッパがどのくらい出るかちょっと見ときたいんで、それだけ入れとこうかな。やっぱ防御高いですね。まあどうしようもないんで放棄しときましょうか。ちょっとだけ流れ見るかな。風のワンパンアタッカーとして、風キュービとか、あの辺が多分バフデバフなしだとトップクラスだと思うんで、ちょっとその辺使ってみたくはあるんですけどね。風の攻撃力がリーダースキルで上がるのもやっぱりいいですよね。シラーも風なんで、そっちの攻撃力も上げてくれるんで。それかあれですね、風の暗殺者、あれって確か攻撃バフをかけて即座にターン獲得、ラカンみたいな感じで使えるん でバフありの状態で1ターン目から火力スキルを打てるっていう
点でちょっと引いたら育てたいって感じですね。まあなかなか引けないんですけど。次実生さん行きたいと思います。どうしよっかな。これクリが出ると確か 20% でしたっけ、 20% に情報修正されたんですよね。ティラシャーは防御が割と高いタイプですね。体力はそんなにでもないですけど、まあ言わな言わずもがな体力が高い。いやこれしんどいな。ここはちょっと結構考えるかも。攻撃ゲージ満タン状態で復活させるでしょう。体力状況が防御無視か。これどうしよう本当に。蘇生負荷、そうですね、蘇生負荷のキャラとかいたらもうちょっと楽にできそうですけど、あいにく持ってない。もし持ってたとしても水のアヌビスとかなんか多分その辺ぐらいしか持ってないんで、基礎攻撃700、25% 回復させる、ミス率増加、これあれですよね。ちょっとやってみないと分かんないんですけど、多分基礎攻撃で攻撃力700だったら割とほっといても平気なんじゃないのかな。闇の防御力アップか。まあだからひたすらティラシャイオナ、イオナかな、イオナ集中攻撃してなんとか削ってって、でラグドールの攻撃は耐えて、で最後に残ってその後ティラシャを落として、で最後に残ったラグドールを落としてで流れが良さそうな感じかな。とは言ってもイオナを頑張って落とせる火力、とりあえず 下を組みますかね。あそれかパッシブ向こう入れるのも、ありではあるのか。イオナ落とすのにどうしてもクリティカル系のアタッカー使うと思うんで、まあ間違いなく攻撃ゲージはガンガン増えるでしょうね相手。イオナまあ体力比例攻撃なんで割と地味にダメージは出ると思うんで、なんか地味に負けてく感じになりそうですね。下は、まあ、パッと思いつくのはやっぱ水で、水パーティーですよね。まあ回復量もクマルのしかないんで、ちょっとまあ事故るかもしれないけど、まあ、この辺のパーティーかな、どうしようかな。やっぱ免疫は入れたいとなるとこうなっちゃうんですよね。免疫と防御ダウン、攻撃ダウンがあって、ヒアークいるんでね。そうなるとちょっとルーン解除で、まあ、カミラが破壊とかつけられたらもうちょっと話は変わってくるんですけど、と今じゃ火力不足ですよね。免疫は途切れないしな。
水キュービはちょっと耐久面で怖いし、やっぱり飛躍個人的にはなんだかんだ嫌いです。ベラでな、ベラで2周中攻撃来るとちょっと自分のベラでじゃ耐えきれないかな。水属性のベラレオンが欲しいですね。解除持って回復とゲージアップ持ってて一番防御ダウンっていう、本当優秀なスキルだけは優秀なものを持ってますよね。厳しいな。ディアス、まあ一応水アークの解除があるから、まあ、これでいってみますか。で問題の上ですね。上は3万かける3発、ちょっとその後が不安ですね。爆弾も2万5千、ルシエン3万、継続的にやっぱり火力を出して削っていく感じですよね。シール、それかもうあれですね、速度で押していく、ヒバンプ、ファー、ベラデみたいな、そっちでも良さそうな気がする。まあエシールがラグドールの盾にもなってくれるんで、これでいってみますか。シール防御低いんでね、体力は高いんですけど、どこまで耐えられるか分かんないところありますね。あれ？ゲージ減少なのかな？行動順がおかしくなった。多分相手のティラシャゲージ減少っぽいですね。そしてミスがついた。これはまだ押せないんで、ちょっとミスが解けるまで頑張る。6700スキル1番かな。ちょっとどんなもんか体力見てみますか。このぐらいか。ティラシャが続き動くから、速
速行動の激流が飛んでくるんですよね。それはちょっと厳しいな。ティラシャーの HP もちょっと見てみますか。火砲付き、火砲付きか。いいタイミング待ちだけど、おっと大丈夫、いいタイミング待ちなんだけどちょっと厳しいな。風姫次動けるから、ミス確率地味にやっぱきついですね。これはまずい。タイミングが合わなかった感じですね。いやー、やっぱ一番ミスってうざいですね。ミスついてる状態でも押し切りに行くべきだったかな。まあこれで水イフがよっぽど大暴走しなければ落とせないとは思うんですけど、一応一回暴走すればいいのが落ちるでしょう。おっと防御ダウンが入らなかった。どちら、おワールドボスが倒れました。落とせるの落としてみようかな。あれでも3戦目がまだ残ってるんだよな。まあまあでもせっかくだからちょっと激流コンボ見てみますか。見れるかな。復活して、おっと激流はどうした。激流は激流は来ない。クールタイムだったのかな。ティラシャ落とせそうかな。暴走すれば。暴走しない。あスタン絶望、絶望なのかな。まあまあこの辺でいいかな。とりあえず一旦キルされると話にならないから免疫先につけときますか。免疫剥がれろ。よし暴走すんな。クマルの回復の、クマルと水イフの速度調整的な問題かな。多分近い速度で動かすとこっちが攻撃する前にクマルのなんだっけ回復、名前が出てこない。瞑想か、瞑想が多分先に入ってたのかもしれないですね。クマル一体だからとオートにすると負けそうな怖い暴走が怖いですね。これは回復阻害入れたいけど何パー、 80% ぐらいなんだっけな。入れ、入らない。まあ瞑想は打たれちゃうかな。
防御ダウンも入らない。ミヤリさん負けてますね、しっかりと。これ見てやっぱ2戦目はパッと出てくるのはコッパーですよね。でもコッパー大好きのミヤリさんが負けてるってことは、何があったんだ。2戦目多分コッパーで行ったと思うんですよね、宮里さんも。それで負けてるってことは、何かコッパーで行って自己要素があるパーティーなのかな、もしかしたら。水岡防御振りとか、強く怖いんで、やっぱり防御アップのリーダースキルは発動させておきたいですね。1戦目1戦目もコッパーで行きたいところですよね。カミラ、まあコッパー育ててないときは本当カミラって嫌いで、ただコッパーに頼るようになってからまあそこまででもないかな。まあもちろんワンパンで落ちないカミラは多いんですけど、意外となんとかなるっていうイメージですね。使わないときってどうやって落とせばいいんだ。50% アップしてるんでしょう。ただ免疫はない。免疫はない。スパで行きたいですよね。やっぱ属性相性的なものを考えると、水パ、免疫はない。爆弾 50% アップしてるから、爆弾一発じゃ落ちないですよね。やっぱこうなっちゃうかな。水アーク、水フちょっと取っときたかったな、やっぱり。でも火力がやっぱり足りないと思うんですよね、これ。ここに水イフ本当は入れたい。さすがに星5出
てスキルも上がってないの入れても厳しいですね。ああ、わかりました。これは来たよ。ルーンも全然ですけど、こんな時こそこいつですよ、生ボス。風だから水で耐えれるキャラ。コナミア体力いくつあるんだろうこいつ。37,000。多分これいろんな箇所がルーンが15になってない。246は当然として多分そんなキャラなんですけど、ちょっとこれ行ってみますか。あーでも水アークが全体回復だから相性悪いんですよね。コナミアもそうですけど、やっぱ風姫みたいなキャラがいいんですけどね本当は。ここであれですね、ちょっとカミラのヒットポイントチェック入ります。あー止め逃した。こっちの水アークが動いた後かな。2万か3万どっちか、2万か3万どっちかです。でも2万ってことは多分ないですよね。リーダースキルで 50% 上がってその状態でもう1万5000なんで、クマル頑張れ。私の体力がさっき見て3万7000だったから、結構削らないとカミラをワンパンできない。これいいんじゃないかな。これ以上はちょっと待てない。2万8000からのどうする。水アークが残ってるから、頑張れ耐えろ。よし、ここで安心しちゃいけないですよね。これであんまり回復させすぎるとまた次がないっていう。ラマゴスが落ちちゃうと相手を落とす手段がなくなっちゃう。もう一体ぐらいなんかラマゴスが落ちても、なんだろう、相手を落とせる術が欲しいですよね。安定を取るか。
そうしないと落としきれないですよね、これ。うん、ダメだ。暴走してた。ああ、でも2発じゃ落ちないかな、これ。うん、落ちないな。ちゃんとやっぱりきっちりヌーン組んでればママゴスは良さそうですね。足りないそうかな。やっぱルーンとりあえず余り物をつけといただけなんで、どうしても足りないことが多いですけど、ちゃんと組んでればさっきのも、さっきのはまああれですけど、もうちょっと耐えれていけたかなって感じですね。これこれも足りないですよね。タイミング見計らうのがめんどくさいですね。ちょっと、あとワンパン耐えて、あ、これ多分大丈夫かな。なんとかなるはず。で、水枠落とした後クマル動かれるのは厄介なんで。止めたい。止まったら打ちますか。かったるいっすね。強いことは強いけど。2戦目、免疫安定かな。ちょっと回復がおざなりになっちゃうんで、あんま初手から回復打ちたくないんですけど。一応免疫使おう。こう暴走していきなりやってくることもあるんでね。さすがに落ちるでしょう、これは。まああとは、まあ、いつもの光景というか、黒絵相手にいいダメージが出るまでって感じですね。ということで、参戦なんか引き分けばっかだった気がするな。引き分けが2つ
引き分けというか、まあ、1勝1敗が2つと、まあ、2勝あれもでもクマルがどう暴走するかでラマゴス落とされてる可能性あるんで、あんまりいいパーティーじゃなかった気がしますね。なんか水の復活キャラみたいのが欲しいかなっていうな感じでした。まあ、そろそろポイントが溜まってきたんで、なんかギルバトの旗関係に回してもいいかなとは思うんですけど、なんかここまで来たらもう一切買わなくていいかなっていう気持ちがありますね。はい、じゃあこれで終わります。どうもありがとうございました。